お越しいただきました美術家の中崎徹さんにですね、いただきはどこに行く2011年福島大風呂敷からサミットまでと、こちら20分間、お願いしたいと思います。皆様拍手でお出迎えください。自分で会場をセッティングしたんですけど、これなんかこう映像写真もなし、なんか一人でデスクもなし、ここで20分話すってすごい緊張しますね。いいいい、なんか椅子それもこれこれちょっと どのセッティングが一番いいかな。ギターかなんか用意します。いや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 、まあ、とりあえず立って話してみて、落ち着かなくなったら座って、ちょっと誰か向き合って話し相手が欲しいときは、ちょっと浅野くん、ちょっとたまに聞き役になってもらったりとかしてて、3バージョンぐらいちょっと繰り返しながら、今日はちょっと行かせていただきたいと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。もうでも本当に今日はちょっと僕もびっくりするぐらいにいろんなところからの、いろんな場所で一緒に風呂敷を作った人たちが集まっていてですね、最初は本当に、まあ、飲みの席でみんな集まったら面白いよねみたいなの、まあ、去年ぐらいから実際いろんな現場にお互いに手伝いに来てくださったりとか、まあ、布を送り合ったりとか作ったのをなんか手伝ってくれたりとか、いろんな行き来が起こり始めていて、このいろんな場所で風呂敷をつなげた人たちが、まあ、集まったら面白いねって言って、こんな場所が実際に現実に起こってしまったことにちょっとね鳥肌が立つぐらいにすでにそわそわしているんですが、まあ、今日初めていらっしゃった方で、まあ、福島大風呂敷って一体何なのか、この風呂敷サミットとか言ってるけど意味が全然わからんぞっていう方もちょこちょこいらっしゃると思いますので、まあ、そもそもどういう経緯でこういう今下に敷かれているのがいわゆる大風呂敷と呼ばれるものなんですが、どのように始まって、まあ、どういう展開をしてきていて、まあ、明日の、まあ、アンサンブルズ東京だったりとか、まあ、これからの活動のことをちょっと紹介した上で、まあ、他の登壇者の方も上がっていただいてサミットの方に移っていきたいと思います。ですね、そもそも、まあ、皆さんちょこちょこご存知かと思うんですが、この福島大風呂敷というのは、まあ、プロジェクト福島という、まあ、組織というか団体の、プロジェクトの中の一つです。そのプロジェクト福島というのが、まあ、2011年の3月11日の大震災を受けて、福島県にゆかりのあった、まあ、音楽家の大友義秀さん、ファンクミュージシャンの遠藤道夫さん、詩人の和子良一さんの3人を代表に据えてですね、福島っていう言葉が世界中ですごくネガティブな意味でものすごい有名になってしまったと。なんかそんな中、その福島っていう言葉をどうポジティブに変えられるか、その福島って言葉がポジティブに変わるってどういうことかって、それって多分政治の力でも科学の力でも、なんだろうね、経済の力とかそういうことではそういうのはひっくり返らなくて、そういうのを逆転できるのって文化の力じゃないかって言って、福島ということをテーマにしたプロジェクトを立ち上げようっていうところから、始まりました。でその中で、まあ、道郎さんが、まあ、最初に何かやらなきゃって言って言い始めてたのが8月15日に福島市の野外で1万人規模の無料音楽フェスティバルをやりたいっていうところから、まあ、1個の動きが始まりました。でところがですね、まあ、その3人はじめ周りで集まって来てた人っておおむね芸術とか音楽絡みの人が多くてですね、みんないろんな方面に科学とかねめっちゃ弱いんですよ。ものすごい弱い中でですね、ある種一言だけ今もらっちゃいます。この途中なんですけど、一応宣言終わったんですけど、皆さんちょっと紹介いたします。福島大風呂敷工場の、大家どうも。すみません、大家の息子すいません、開会宣言しろって言われたのに遅刻しました、ごめんなさい。開会は宣言されましたよね。はい、代表の、はい、はい、おめでとうございます。はい、大家の息子なんで大切に大切にしてやってすいません、お話ごめんなさい。はい、ありがとうございます。
はい、ということでですね、まあ、そのプロジェクト福島でフェスをやるにあたって、で俺もう大友さんの前でそういう話するの恥ずかしいね、まあいいやでですね、あのでもまあ放射線量とか、なんかまあ科学的にそれが大丈夫かダメかっていうのは全然わからない中で、放射線衛生学者の木村晋三博士と、まあ、大友さんに連絡を取って、あの実際直接にお会いする機会を作って、まあ、こういうことがやりたいんだけど相談に乗ってくれないかっていうところから、え木村先生があのとても、まあ、アドバイザーとしてがっつり関わっていただけるようになります。でその後その会場となった福島市の里の、放射線量など一緒に測っていく中で、当時で 0.5 から 0.7 ぐらいの 0.3 から 0.3 から 0.7 ぐらいの間のマイクロシーベルトパワーぐらいの線量であって、多分当時東京で 0.1 ぐらいだったかな、とかぐらいの線量であって、まあ、数字としてはまあ東京都内 に、まあ、3日から1週間ぐらいいるぐらいの線量だったと思うんですね、まあ、福島市内の中ではだいぶ低いエリアで、あのお子さんであっても1日そのフェスの時に来る分において、まあ、問題ないだろうというご意見をいただき、まあ、その中で、まあ、線量はウェブページとかで丁寧に発表しながら各自判断をした上で、あのお越しくださいといったような、まあ、スタンスでフェスの方を開催に向かうことになります。その中で、その対話の中で木村先生の方から、まあ、外部被曝ではなく表面被曝を少しあの防ぐ意味で、まあ、例えば足の裏についたあのものが、まあ、当時だともう全部地面の方に溜まっていた時期だったので、まあ、布1枚とかブルーシートとかシートを敷いたりすると、まあ、より丁寧なおもてなしというか放射線防護になるんじゃないかっていうアドバイスをいただいた中で、まあ、突然僕とかは大友さんとかと震災以前に一緒にちょうど美術の仕事をしてた経緯があったので、まあ、福島で何か一緒に やるんであれば美術方面で手伝えることがあったら手伝いますよっていうような話をしていたら、突然電話がかかってきてですね、なんか会場に1万人の人にそれぞれピクニックシートとか布持ってきてもらって、なんか1時間ぐらいで敷いて、しかもそれアートとかなんないかな中崎くんってボロッとした電話が大友さんからかかってきてですね、なんかいや無茶な話来たなと、まあ無理だろうなみたいなそんな簡単にアートになっちゃったら苦労しないよみたいな感じで思いながら、なんかあんま関わらないようにしようって思いながら、まあ一緒にあの福島の方にあの下見に行く時があったんですけど、まあ、行きの電車の中で話してたらすごいすぐなんか盛り上がってしまってですね、その先ほどのプロジェクト福島始めようっていう時の、まあ、福島って言葉をポジティブに文化の力で変えていこうって、それってもうプロジェクト福島ってすごい大風呂敷広げちゃってますよねみたいな話でなんかすごい盛り上がってしまって、でまあ、事前にその1枚1枚の布を当日合わせるっていうよりは事前にいろんなところから布を集めて、それをまあまあその作業場を作って事前にある程度のサイズに縫い合わせていって、当日の朝に実際にこう現実の風呂敷を広げちゃったらいいんじゃないかみたいな話に転がっていってしまってですね、それで僕とかはすごい関わるようになってしまったんですけど、なんかそのリサーチに行った日の時に、まあ大友さんとかがいやちょっと福島でフラフラしてる建築家のやつがいた、僕ですね、あそうですねいたと、でなんかちょっと紹介して一緒にやったらいいんじゃないかみたいな感じで、なんか夜の2時ぐらいにですね、なんか突然お邪魔して、3時ですしかもあの山井さんとかも一緒にいて、あの2時ぐらいに、あ今から行くからみたいな感じで行ってですね、あの行ったら浅野さんがまだその大風呂敷の話なんか一切そんな話一言も話してないのに、よく大風呂敷を広げる男と言われている浅野ですって言って、僕らに握手を求めてくるんですね。なんか、まあ、結構でかいこと言ってたんですよね。まあ運命かと思いましたあの時ね。それから何も決まってなかったんですけど、まあ、あのそのぐらいから呼びかけを始めて、そしたらですね、本当に3週間ぐらいの準備期間だったんですけど、それこそまあ北北海道から南沖縄までいろんなところから布を送ってくださる方がいて、まあその工場というのが、まあ、大友